どんでん、やっぱブチギレ。西イサムはマント処理が痛かった。そんなん慌てんでええのに、序盤やのに。一つずつアートが鉄則。別にシフトも何も敷いてないわけやからさ。打線の不調が焦りを生んだか。それはだって最小点に抑えていかなあかんわけやから。西の調子は、まあでも普通やないか。打線は先頭打者を5回出た。つながりも、つながりって何本安打が出端や。つながるわけないやんか。西イサムは投手に打たれるのは誤算。ボール高かったよな。昨日も今日も同じ選手に。水谷か、打たれすぎやな。あれ、対策はしている。そら、しとるやろ。それは俺に聞くなよ。ちゃんと担当の人がおるんやから、俺が全部せなあかんの。つながりが見つかるまでは。いや、つながりってヒット何本打ってんねん。そんなつながりじゃないやんか。どうやってつながんの。そんなん何試合よ。7試合また2点以下やろ。8試合連続3点以下。8試合前だけやないか。3点取ったの、そういうことやろ。新庄が大山に清宮みたいになんやこの腹とか言ってくれんかな。序盤でも慌てるやろ。2点取られたら終わりの打線なんやから。去年と5月の勝敗が全然違う。これダメかもわからんで。前川って当てに行きすぎちゃうか。今日で30打席無三振とかやろ。当てるのがうまいのはいいことやけど、しょぼいゴロアウトが目立つ。サチヤ6番打綺麗に当たってるもんな。これすごいことやと思うわ。佐藤輝を落としたのは守備が悪いからって聞いたけど、打撃の調子は関係ないらしいよ。さすがにエスパーダは打つんちゃうか。青柳は明日炎上したらオールスター明けくらいまでは下にいてくれ。ミエセス島田落として照井上上げろ。島田はまだ可愛げあるが、ミエセスとかいう練習もせんクソ外国人本参らんわ。まだノイジーのがマシやわ。外国人を補強しろ。まだ取ってこれるやろ。ここまで打てんのやったら佐々木朗希ノーノー阻止だけでも褒められるやろうな。逆にプレッシャーないやん。ご視聴ありがとうございました。